体力を鍛える修行じゃないんだ。本当だよ、もう。別の競技みたいやん。座禅組んで。修行するんかっつって。浮いた玉、巻きの確定室。糸巻き巻き、糸巻き巻き、引いて引いて、トントントン。はい、ソロホームランです。巻さん、久しぶりのホームラン来ました。死んだふり作戦してました？ねえ、このカード打てないなと思って、見てたらね、確定室来たわ。甘い玉一発で仕留めた。巻き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 。あー、目が覚めたわ。昨日の延長戦でアウトロイハイおねむしてたけど、目が覚めたわ。マキさん、ありがとうねー。ありがとうねー。じゃねえよ、ほんとに。1対0。ジャクソンいいから、ジャクソンいいから1点取れるかな。デスター、シャだよ。行った行った行った痛えよ。それぐらい痛えよ。ふわばらふわばら。落ち着け落ち着け。くわばらく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 わばら。いや、ゲッツー来い、ゲッツー。いやー、内野の横抜けていくセンター前。ランナー一人にして、もう一人にして、二人帰ってくんのか、一人、一人か、一人か、もう。どっちにしても痛いわ。相手ジャクソンに愛して、2対0。もう2点取られた。あ？なんでやねん。満塁はチャンスかよ、横浜さんは。ドラゴンズは満塁はピンチって、あれほど教え込まれてきたのにさ、なんでこうもさ、ユニフォームの色は青と青なのに、違うチームでさ、公式が変わるの、教科書の公式が。満塁はピンチだろ？なあ、満塁はチャンスってどこぞの、おかしいって横浜さん。定義おかしいって。どないなってんねん。桑原さん、呪いかけたのにダメやん。元気になっちゃったやん、桑原さん。頼むよ。守備のダイビングキャッチャー許すけどさ、タイムリーは困るって。遠慮してよ、もう。京田さんもおとなしくしてよ、バトルフェイス京田。バトルフェイス京田。ワンアウト満塁ワンストライク。打ち上げた、レフトフライ、犠牲フライになっちゃう。カリステがちょっと後ろ下がっとる。もうこれ、強打確定演出、犠牲フライ、バトル犠牲フライじゃん。もう、宮崎ホーム帰ってくるプーさん、蜂蜜めがけてまっしぐらホームベース、3対0。もう、なんでやねん。ホームベースに蜂蜜塗ってあるんか。もう、塩巻いといてよ。ねえ、もうさ、三塁ベースに蜂蜜塗っとけさ、戻ってくれたかもしれんやん。なあ。困るって、強打さんしっかり犠牲フライ打って。この3点目マジでとどめじゃない？ねえ、とどめじゃないの？本当に。昨日あれだけ1点取るの苦労してたのに簡単に3対0なんだけど、こんな簡単に点取れますか？おかしいな。おかしいな。うん。大事なとこで。これドラゴンズがやりたかったんだよ。ねえ。お前変わらんかったなって。めちゃくちゃ変わっとるやん、京田さん。ドラゴンズがやりたい野球やっとるもん。はぁ、3対0。本当にやめて。もう押し出しはもう無理。無理無理無理。無理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 。無理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 。嫌だ。無理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 。やめて。無理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 。スリーボールツースライフルカウント。天敵エビナさん。無理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 。生き生きしないで。無理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 。無理無理。低めフォアボール押し出し。無理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 。ねえ、もうなんでさ、自らエビにさ、タルタルソース添えるの？ディップするの？ケチャップマヨネーズ。やめなさいって言ってるじゃん。ねえ、もうなんでよ。エビナさんが天敵なのわかるけどさ、ねえ、横に備え付けんなよ、タルタルソース。もうエビフライかエビ天か知らねえけど、これは正直痛いぜ。いつも松葉さん残業でお世話になっとるけどさ、定時はしっかりしてくれんとよ。4対0は点取れんつーの、相手ジャクソンで。どうやって4点取るねん。なあ、打者一巡しちゃったじゃん。また巻き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 。エビナさんもはやもう、ねえ、さっきも言ったけど、水槽から海に放っとるやん。こっちが、竜がパッてエビ加えて、海にポーいって。大海原に、何をしてんの？ツーアウト満塁はもう。高谷、ツーランホームランあんの？ライト方向へツーランホームランあんの？あっちゃうの？ツーランホームラン！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 高谷来たー！ 4 体に来たー！逆方向、ズドーン！まっすぐ打った！高谷の弱点まっすぐ打った！やったー！ 4 体に諦めたくねー！諦めたくねー！ネバーギブアップして、高谷ありがとう！もう高谷早くスタメン使えよう！なあ、時すでに遅しになりかけとるけど借金10で、高谷スタメン使えよ。バンテリンがライトスタンドにぶち込めるバッターなんてそんないねえぞ。高谷使えよ、スタメンで。スターマン一瞬だけ後ろ向いてもらっていい？ 2 点取ったから。すぐ前向けるからね。はーい。もう箸で最高なんですけど。なにこれ？なにこれ？最高、最高級だがやんじゃん。最高級だがやじゃん。早くスタメン使ってくれよ。どんだけ高谷で機械損失してきたんや、今までスタメン出さなくて。もったいないなぁ。点取ったのに怒っちゃって。
よい無理。どうも、アドリアです。本日もよろしくお願いします。ということでね、ドラゴンズ、A クラスと B クラスにね、ドラゴンズ、帰りね、差があるなぁと、アウトロイン杯はね、大地のね、何歪み、あるなと思ってたんですけども、間違ってましたね。認識が甘かったです。今日の試合見て思いました。今日ドラゴンズ、ベイスターズに勝てばね、まあ昨日引き分けはイコール負けみたいなこと言いましたけども、まあ今日勝てば、ベイスターズにゲーム差 1.5 だったわけですよ。1.5 だったわけですよ。だけども、蓋を開けたら、4回にマシンガン打線がドゥルーン、ドゥルーン、ドゥルーン、試合終了。ツーランホームラン打ったけどね、もう本当に泣けなしの一発でね、4対2、高谷の一発は大きかったんだけども、まあ4点取られる時点で試合終わってたぞ。蓋を開けてみればね、負けほー、ゲーム差 3.5、 4位無理、厳しいね。アウトロイン入ると心のどっかでね、 CS 諦めたくない、 CS が言うとったけど、まず4位すら厳しかったっていうね。今日勝っておけば 1.5 ゲーム差が 3.5 ゲーム差、厳しいにものほどがあるって。ベイスターズさんやりますねー、ベイスターズさんやりますねー、照れますねー、照れてる場合じゃねえんだよな。おー、4対2のスコアだけど、2点差だけど、遠く感じたね、遠く。今日は先発ピッチャー松葉さんとジャクソンね、まあ、投手運用は落合投手コーチになってから今日いいなと思いましたけども、お互い投げ合いで、ジャクソンもね、進化系ジャクソンだから、4月の頃のジャクソンじゃない、フォアボールを出さないんだわ、進化しちゃったんだわ、バウアーが吹き込んでね。あー、うちもジャリル・ドロゲスが誰かに吹き込んでくんねえかな言うてな。松葉さん今日ね、残業頑張ってくれたんだけども、強制残業かわからんけどね。で、一回試合スタートして、岡林のマルチアンダね、途中まで岡林のマルチアンダしかなかったけど、ジャクソンからね、らしいライナー性のあたり出てたよ。これはね、ポジティブ要素だよ。探し出して必死にね、うん、ワンピース探し出した結果これね。でね、ベスターズもヒット出るんだけど、のらりくらり来てね、のらりくらり来とったんだけども、来とったんだけども、4回の表、問題はね、死の4回の表。うん、先頭バッター牧選手、今までなかなか打ててませんでした。多分おそらくベイスターズファンの中でも正直ヘイトが溜まってたというか、打てない打てないってコメント欄来てました。打つじゃないですか。だから信じたくないんだ。だから嫌なんだ。散々ライアーゲームでアウトロイン杯昨日言ってきたけど、裏切られて、別に裏切られてはねえんだけどさ、牧さんが1年間打てないわけないじゃん。ねえ、これまでホームランたくさん毎年2桁打ってきて、安心しなさいよ、打つんだから。ソロホームラン、レフトスタンド、捉えた瞬間確定演出だったやん。バンテリンドームでも。バンテリンドームで確定演出だよ。絶対にマキさんね、これから8月9月上がってくるからね。なんで僕がマキさんのこと励ましとんねん。1対0、イートーマキマキ、つって、イート引かれました。グッつってね、後ろから。ほんで、オースティンが甘い球、レフト前ヒット打って。で、宮崎選手がフォアボール。フォアボールが絡むんだよね。ほんで、山本雄大、打てるキャッチャー山本雄大。インコース厳しいけど、相性の良さでセンター前ヒット。ワンアウト満塁ね。満塁はピンチ。教科書ではそう習ってきたんだけども、流動はね、習ってきたんだけども、桑原選手がセンター前ヒットで2対0。ね、満塁はチャンス。ベイスターズは違ったね。隣の芝生は青いって言うけどさ、え？こんなにもユニフォームお互い青いのに、まあ今日ドラゴンズホームだからユニフォーム白くて、ベイスターズ青かったけど、満塁はチャンスなのか。羨ましいなぁ。満塁で点取れないのに取れるんだもん。ほんで、京田選手がしっかりまた犠牲フライな、満塁でまた、きちんと。これ大きいからね、京田選手。ドラゴンズが欲しい犠牲フライを、くしくも元ドラゴンズの選手がきちっと犠牲フライ打つ。まあ、なんと恨めしいことやら。本当にもう本当に歯がゆいね。歯がゆすぎるわ。で、その後ね、ピッチャーのジャクソン選手、打ち取ったんですけども、マイケル・ジャクソンじゃないよ。ショートの内野安打、リュークがね、体勢こけながらね、一塁投げたんだけど、送球が悪送球で、また満塁になりました。まあ、ちょっとね、ピッチャーもグローブで触れた、弾いたボールだったかな。ちょっと不運だなっていうところもあるけども、リュークがね、まあ、いいプレーにはならなかったっていうところで、まあ、エラーというのはかわいそうだけどね、満塁になって、エビナさん。ね、エビナさん、伊勢エビなのかロブスターなのか知りませんけど、アウトロインハイは天ぷらもエビフライも大好きだけども、ドラゴンズが天敵エビナにね、押し出しフォアボール、これが一番痛かったね。松葉さん、もったいなかったわ。タラレバだけど、3対2と4対2じゃね、相手のプレッシャーのかかり方も違うよっていうとこで、まあ自らね、タルタルソースを添えてディップしてね、食べられた側か、どっちかっていうとな、龍がエビにな、うん、あれだけども、いやー痛かったね。今日はエビナさんね、抑えてはいたんだけど、押し出しっていうね、まあ、やってはいけないことやりましたね。やってしまいましたね。やっちまったな。
もう4対0。一気に点入りました。むしろ4点でよく済んだなって感じじゃない？その後もね、もうこの球数多かったんでね、もう早い回で変わるのかなと思ったら、ここは成長だね。落合投手コーチの多分起用だと思うんだけども、まあ球数言っててもね、4回、5回、6回行きました。もうね、やっぱ9連戦のね、3日目ですから、明日からまだ6連戦続くわけですから、まあドラゴンズね、まああのピッチャーそんなに無駄遣いできませんから、昨日も延長戦、まあこれが幸せ来てるんだけど、昨日勝っとけよって話なんだけど、あとはドラゴンズね、もう何回も言ってるけども、先発ピッチャーがもう崩壊してきてます。いません。まあ、投げるピッチャーいてもね、防御率が悪化してます。正直勝ちを計算できるピッチャーはヒロトぐらいです。あとはまあ、小笠原投手か松木浦投手か、松木浦投手もまだ計算はできません。まあ、すごいいいピッチャーのわかるけども、かわいそうすぎる計算するのは。なぜなら援護もないからね、かわいそうだけど。っていうところで先発がいないからね、うん、より長いイニングを投げれるピッチャーもいなくなってきてるっていうことで、まあ、ただでさえね、うん、こうやって点差がついても松葉投手に行ってもらうしかないっていうね。まあ、これがね、借金が2とか3だったらね、より褒められるんですけども、借金10の立場だったらね、もっとダイダラしていかなあかんっていう声もあると思うんですけども、まあ、これがドラゴンズが先発がいない試合寄せっていうことですよ。うん、この長期的なことを考えたら、もうだから借金10ある自分が悪いんだけど、まあ、こういうね、投資企業っていうのは僕は悪くないと思います。きちっとね。まあ、これを春先に見たかったんだけどね。うん。で、ドラゴンズね、6回にもピンチ作ったけども、ね、福永選手の送球エラーあったけど、まあ、点差があるとは言ってもね、きちんとやってほしいなっていうところだね、せっかくスタメン掴みかけてんだから、つって。で、ここですよ、ここ。7回の裏ね、相手の、ジャクソンが投球、悪送球のエラーでランナー出塁して、バッター石川昂弥、見事、最高だがや、高めのストレート153キロ、バンテリンストーム、ライトスタンド、ズドーン！ナイスストーン！ナイスストーン！石ね、ストーンは石。ナイス昂弥、本当に。ストーンリバー、素晴らしいわ。ビューティフルストーンリバー、パーフェクト。あのまっすぐの高め、みんなね、まっすぐの力負けして差し込まれてたんだけど、まあ、チェンジアップ、ナックルカーブ、緩急あるんだけども、あのまっすぐをバンテリンのライトスタンドにぶち込めるだけの能力、素晴らしいよ。しかも苦手なまっすぐ。変化球打てるの分かってたけど、まっすぐ打った。これは高谷にとっても大きいんじゃない？長打が出たっていうね、散々長打打て打て言われて、打ったやないかい。もっとスタメンで使ってあげようぜ。もうちょっと手遅れ感否めないけど、過去に戻れないからね、タイムマシン使って。ねえ。無理だから、じゃあもう未来変えるしかねえから、明日からスタメン頼むよ。これで明日スタメン外したら、さすがにアウトローに入るもん。さすがにね、ひっくり返るよ。夏のセミみたいに。ひっくり返るからね。無理だよ。うん、使ってよ。うん。で、ね、これで若い選手がホームラン打ちました、言うて。で、ドラゴンズも B チームのピッチャー、祖父江福、岩崎投手、みんな素晴らしいピッチング。福さんなんかスローカーブの85キロ、90キロの球を覚えてね。で、岩崎さんもまっすぐ速いし、フォークいいしね。これは期待できるわ。だから今日終盤競ったの分からないってなったとこで、ベイスターズはウェンデルケンが8回目の出てきた。防御率1点台。ただ、先頭バッター、代打田中がフォアボール、ノーアウトランナー1塁。で、足が速いランナーですよ。ピッチャーも結構牽制して意識してる。ここできたのが代打。中田翔。田中ひっくり返して中田翔なんだけども。まずね、まあ、なんで出てきたんだとか言う前に中田さんにまずは応援するわけですよ。ただけど、冷静に見てですよ。まあ、結果的にね、三振になるんですけど、低めの落ちるチェンジアップフォーク。確かにあれはね、代打で出てきて、いいとこ投げられた上に出るけん。それよりも大問題なのは、その前の球。2球で追い込まれたんだけど、その2球とも甘かったの。チェンジアップストレートかな。高めに来た。それをファールにしてしまう。そこが一番の問題点。うん、欠点というか弱点。もう散々今年ね、まだ神宮でホームラン打ってた時はそうだけど、甘い球を長打ホームランにしてた。もうでもその甘い球をもうファールにしてしまう、仕留められる確率がぐっと下がってきてる。うん、それが第一の原因だと思います。まあ腰が違和感があるとかね、状態が万全じゃないのはこの打撃内容を見てもね、一目瞭然だけども。うん。ね、その後岡林選手がいいとこストレート投げられて三振になるんだけども、まあね、まあ二軍でビシエド選手が3割打ってホームラン打っても上がりません。もう半ば僕は諦めてます。ビシエド選手が上がってくること。宝くじ当てるよりも難しいんだなって。世の中の現実変えられないんだなって。立浪監督の中ではもうビシエド選手が抹消されてんじゃないかなと思いますけども。もうこんだけやって上がってこないんだから。ねえ。中田選手に代打ビシエドの方が正直怖いよ、はっきり言うて。うん。だけどね、中田選手がもう打席に立ち続ける以上はこういうのがあるのかなって。あとはね、ベンチ見渡せば周平選手いましたけど、結局周平選手9回まで使わず代打出さずに終わり。ね、周平選手残して中田選手出して試合終わり。消せないね。ここも納得いかないポイントだけどねっていうところで。うん。まあ、なんて言うんだろうな。中田選手は体直して、きちんとね、来年も契約あるわけだからさ。もうそれがね、どうのこうの言ったって変わらないわけだから。もう選手である以上僕も活躍してほしいからさ。きちんと体残して、体直した状態で、果たして来年打てるのか。それをね、後半戦、きちんと二軍に行って体万全な状態戻して、だったら打てますよってとこ見してくれればね、来年も期待しようかなって思えるんだけども。うん。だから一軍でね、立つフェーズじゃないんだけどね。まあ、立たされる以上打つしかねえから。悲しいなっていうところだわね。うん。
もう字が汚くてね、読めないけど、昨日も立浪監督ね、中田選手最後の場面、敬遠されると思ってな、敬遠されると思ってたって、何を考えてんだって、正直思っちゃったよ。うん。次のバッター、板山選手で。だって次のバッター、板山選手で、バッティングの状態今落ちてきてる2割5分。打て、まあ、正直下がってきてる板山選手よりも、中田選手を勝負するってことは、それほど舐められてんだよ。勝負の仕方もそうだけど。うん。まあ、あんだけ甘い球ファウルしてたら舐められるの当然だけどさ。うん。一発があるったって、その一発が甘いともファールになっちゃうんだから。前飛ばないんだから。飛んでも内野フライ、ゴロ。きついって。うん。あと何回見るんだろうね。まあでも、高谷がホームラン打ってくれたからね。まあ今できることは、代打中田選手は多分、やめられないと思うんで、やめられない、止まらない、カッパエビ戦ってね。あ、今日はエビナ選手のこれ、絵描いたの。どう皆さん、コメント欄で書いて、うまいか下手か。アウトロインハイ、渾身のエビナ選手。エビね、エビ、エビ、エビ描いた。っていうことで。まあ、止まらないから。まあ、スタメン高谷だけはね、絶対約束ね、してほしいですけどね、言うて。で、9回はね、天敵の森原選手。いつになったら点取れるんだろう。ランナー出すこともできません。三者凡退です。ゲームセット、3.5 ゲーム差。ね、クライマックス、クライマックス言うてたけど、現実見たら4位も厳しいんだなって。いやー、本当に、これが今のドラゴンズか。ね、1位から3位と、ね、3位から4位で、ね、また差があって、4位から5位にも差があるっていうね。結局、ヤクルトと一緒に仲良し恋しやるの？ねえ、来週アウトレイヤー現地行くけど、神宮球場。9月のチケットも取ったけど、再開争い見るのか。悲しいよ、もう。上で争いたいわ。なんで毎年さ、9月、8月再開争いの神宮現地行ってんねん。ああ、前途多難ですね。うん、だんだん怒る人もいなくなってくるんじゃないですか。うん、コメントでもさ、CS 厳しいって。そんなの分かってるって。分かってるけど生きてんだって。毎年毎年12年目で。学生終わっちゃうよ、もう。CS 童貞、卒業できるねよ。生きてんだよ。厳しいのなんて分かってるよ。生きてんだよ。それが僕の本音です。今から糧食間に合います。ありがたいことにね。本日も最後までご視聴、明日の予告先発ピッチャーはドラゴンズが、小笠原投手、巨人、またぎ投手、戸郷投手じゃないだけ救いだね。勝てますように、小笠原選手に援護点が入りますように、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、メンバーシップ加入お待ちしております。それではまた明日の配信動画でお会いしましょう。またね、ベイスターズに負けてさらにその上の順位の巨人に勝てるとええんだけどな。